はい、どうも、エルザです。では、Apex Legend やっていきたいと思います。ということで、一応練習してたパスファインダーでやっていきますか。いやー、今回は Apex の方、シーズン4ですけどね、お試しでやっていきたいと思います。まだ、ランクの方がね、そこまで高くないんで、ランクマッチではなく、普通に、レギュラーマッチになるのかな、やっていきたいなと思います。勝てるか心配やな。ああ、味方さんにキャリーしてもらいながらだね。今回のチャンピオンを紹介します。今回は両目を開けてもいいのかも。ああ、どうだろうね。まあ、勝てれば勝ちたいよね。じゃあ僕はジャンプはやめとこう。ジャンプね、できる気がしないんでね。味方に合わせようかな。まあこのあたりはやっぱ最初飛ぶとこ気をつけたいよね。そう、ジャンプマスターどこ飛ぶかな。ここに着地するのがいいと思う。お、左奥、敵いないといいね。いや、操作がねおぼつかないよね。さあ敵は一組、どうかな、合流しそうな気がして怖いなっていう感じだけどね。ちょいと僕は手前の方に行こうかな。アイテムの取り合いしてもね仕方ないんで。さあ銃を何があるかな。 R 投げ、あー悪くはないね。でもね、僕はね、欲しいのがね、あ、フラットラインか。スカウトだな。お。なんかいたね。いた気がしたけど、味方かどっちか。まあいいや、とりあえず。うん、味方っぽかったね。ドンパチはいきなり始まるから。そう、こうなるかよね、アイテムの取り合いがね。避けたかったんだけど、味方も気使ってきてくれたんだね。あーまあ、ゲッチュー。白か、青欲しいな。さ、回復。回復。取れない。ショットガンか。お、紫。あざっす。ありがとうございます。これはね、いい感じできる。あと、そうだね、スピットファイヤーがどっかで手に入ることを考えて、とりあえずね、1倍か。ヘビ。シールドと、とりあえずかな。あった。お、ヘルメットあるじゃん、紫。こっちにいいものがあるかも。スコープを発見。はい、スコープね。まあ最初はね、アイテム集めて。防具はいいからね、武器だよね。G7、まあない。できないか。悪くはないからね。引っかかる。これうまくできるともっと早く動けるんだけどね。さあ、開いて。ヘビーアームがあるってことはないか。オリジンストック。お、青が、青どうぞ。ボディシールドを発見。レベル2だ。さあ、ね、ストックは、まあ、一体。ヘビーアーム置いといて。助かる。力に慣れて嬉しいよ。拡張マガジン、スナイパーか。警告、ビリングエリアが始まっています。いやー、スピットファイヤーないなー。あ、届かない。あ、ちょっと離れてるね。ちょっとそこまでアイテムを。
フラットラインか。フラットライン結構良かった気がするんだよね。あまりね、ちょっと武器の知識がね、まだ足りてないところなんで、もう使った感覚だよね。いや、いい、うん、出さなくてもいいか。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージか、助かるな。さあ、味方は結構先に行ってる感じ。あ、右側のとこ探してるんだね。あそこの家なんかあるかな。まあ、とりあえずね、ぐるって回りながら見ていこうか。ヘビー、うーん、ヘビー、まあいいか、フラットラインで使えるしね。さあ、特になかった。さあ、そこにいるが、うん、なかなかまだ使い切れてないな。ないね。ないね。せめて味方のアーマー分だけど見つかってくれるとだいぶ耐久が上がるからね。ジブラルタルにはあげたいな。なんかあ、まあね、白か。こっちだ。はいはい、ちょっと待ってね、アイテムをね、仲間には指一本も触れさせないぜ。ちょっと回復とかこの後、あ、これもスナイパーか。追いついたがいいんだろうけど、あ、スナイパー悩みどこだけど、まあ、いった。こっちへ行った方がいい。ほーい。今のは忘れてくれ。忘れるんかい。あるよね。間違えるよね、結構ね。さあ、後ろは来てないかな。その心配だけがあるんだよね。後ろから来るとかね。後ろ取られるとほんと挟み撃ち合うからな。結構敵見てるしね。まあ、縁が閉じるまではちょっとここ痛い気がするけど。どう？行く？いや、大丈夫かな。ごめんなさい。間違えた。ジップライン出そうとしたら間違えた。こいつは弾を通さない。おい。ジップラインの時間だよ。すまんな。無駄打ちしてしまった。こっちにジップラインだ。いないよね。まあ、ちょっと確認しとこう。相手はいるからね、どうかなと思ったけど。いい、大丈夫そうだね。登れない。うまくいかない。うまくいかない。まあ。お、銃声が、銃撃音が聞こえたね。うん、あーまあ、ジブさん、ジブさん取るんだ。いや、ただあっち方面にいるんだよね。礼は勝ってからにして。分かった。勝てるかな。まあ気持ちの面だけでは勝ちいかんとね。さあ、さらに小さくなって。そうだよね。ヘビーアームに変えとくか。多分フラットラインの方を使う気がするんだよな。なあ、敵が持ってるかな。いや、ほんとスピットファイヤーがあると安定するんだよね、僕はね。いやー、敵ないんでも全然いいんだけどね。マガジンとかもね、どっかで手に入れたい気がするけど。スナイパーか。拡張マガジン。ライトね。そこは行ってない感じだね。ちょっとそこ。ヘルメットを発見。レベル3だ。リング閉鎖まで残り1分。今のは取り消してくれ。
間違えるよね、ボタンね。ないか、ないか。スピットないか。ウィングマンか。当てれる気がしない。そこまで遠くはないが、急いだ方がいいぞ。そんなに遠くないから、ちょっと様子見つつだね。めっちゃ警戒してるな。いるの？違うよね。やめてくれよ。なんか見えたのかなと思ったけど。30秒だけ。リングは近いぞ。さあ、フラットラインで頑張るか。確か強かった気がするんだよね、この武器自体ね。オーケー。今のは忘れてくれ。残り10秒。リングはあと少しだ。外側から行った方がいい気がするけどな。いや、そっち合わせてくれたね。ありがたい。お、これは来た。いやー、勝ちやね。あの、ほんとスピットファイアは大好きなんで。俺勝ちたいなー。好きな武器で勝ちたいなー。ほいー、飛んで。後ろ底来そうな気がするけど大丈夫かな。ちょっと見えるところ行って確認するか。ここまで来て挟み撃ちはね、まあ結構のんびりとね、ここまではね、良さげな時は大体敵に合わない。さあ、後ろは動いてないから大丈夫か。そっちも来てない。前はね、ジブラタルかいたから大丈夫だと思うんだけど、ギリここ入らない、入るか、ギリ危ない気がしてきたな。円入ってるよね、よしよし。じゃあ詰めていきますか。で、おお、残骸が。お、スピットがここであるか。いや、過ぎたな。そっちは回復系あるかな。バックパック欲しい。シールド。ああ、1倍、どう？回復は。シールドセルを発見。いらない？いらない感じか。見つけたか？おい。助かる。持っとけ持っとけ。どういたしまして。僕も君が好きさ。ということにしとこう。さあ。さあ、そろそろ来てもいいんだけどね。一バレしてそうな気はするんだけど。おーい、前詰めたねー。あ、見つかったかな。リング縮小まであと1分。ストップ。そう、敵発見。お、見つけた。リングは近い。残り1分を。いやー、そろそろかなー、そろそろかなー。嫌だな。まあ確かに、あの、出したらバレるよ。どこいる？リングまでもう少し、残り攻撃中。ああ、そのあたりね。っていうことは3人いるだろうから、どっちからか来るかな。あ、いた。いや、あれはすでにやられてるか。あ、助けに来たね。あー、だよね、ズルさんね、やっぱそうなるよね。そしたらどうしようかな。飛ばすか。こうなるのね。上乗って、ちょっと行こう、この爆風に、爆撃に紛れて。さ、行った。当たらない。ここ。よし。よし、来た。まず1枚。いい。こっちの後ろは今のところいないからね。いる。どこ
旦ちょっと弾がちょっと少ないんで。おお、びっくりした。あ、まだかまだか、危ない危ない危ない。敵を確認した。リロード中だ。まあ一旦ぐるっと回ってそこのアイテム取って、さあ回復。まあ2枚だね。あ、はい、まだとどめは刺してなかったね。さああと4部隊。あ、まだ。ヘビーだね。あ、もう欲しい。あ、いいか、泣けないよ、いいや。お、すげえな、味方仕留めたね。ちょっと2倍に変えてスタビライザー変えて、変えて、あと1分でボディシールヘルメットを発見。レベル3、いいのかな。医療キットを発見。ちょっと手当てをしているわ。はい、いいかな、こんなもんでいいか。いや、ちょっと聞いた。残り1分を切った。そうだね、よし。もう全部スピットファイヤーに注ぐ全部これに注いで。はい、アーマーシールドどうぞ。発見。残り30秒、リングまでもうすぐ。俺は弾が欲しい。今絶対違うの取ったな。だよね、よしよし。いいかな、うん、残りの舞台は一つ。リングは近い。おお、向こうでやり合ってたくれた感じだね。それは助かるな。さあ、ただ、どっちかな。円はね、こっちのが円には近いけど。リングが閉じるわ。様子見。ちょっと上取りたいよね。なんかここの辺り、この辺り無理。いけないか。お、なんだここ。お、飛ぶ準備はいい。僕はオーケーだ。見つかったらごめんなさい。あ、ちょっと待った。乗れた。うわ、間違えて降りた。さあ、あ、味方も上からね。ってことは、後ろはこっち側か。正面、こっちだっていないもんね。来てないもんね。上、あ、上か？いや。こっち側ではないんです。あれ、もう一回さっきの場所行けんかな？どうかな？もうちょい低いところ、ないかな？こうしてる間に撃たれたらちょっとたまらんけど。この辺りが感覚はやっぱまだ初心者やな。はい。あ、四角。もういい、仕方ない。もういいや。もうこれ、味方負担が増えるからやめよう。さあ、そしたら、代わりに探索してこようかな。多分、この先だよね。確保はね、エリアね。あ、最初の頃の敵がっていう感じか。絶対こっち側だと思うんだけどな。次の縁が映ってるしね。確認をしたいが。残り30秒。残り30。ちょいっと待ってね。裏からなんかこの行けなかったっけ。後ろは来てないよね。大丈夫だね。あ、ここ。これ行けんかな。なんか音はするけど味方か。ここ登れなかったっけ。あ、違う。ここ。あ、ここ。さあ、リング縮小。あ、いた。あ、画面が合わない。あっちに敵だ。さあ、引きながら。さあ、まず削るだけ削った。いいシールド。あー、ちょっと味方が一人で突っ込んでしまったか。ナイスカバー。うわー、目の前いたか。あ、ためち。止まった。あ、
回復して、動き早いな、腰ダメの方がいいかな。どうだ、よし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 、やったね、最後キルしたね。いやよかったよかった、助けれないんだねいやいいキルでした。 X のチャンピオンとなりました。3キルぐらいだったね。さあ計7キルでうまいこといきましたね。いやチャンピオン2回目ぐらいか。いや難しいけど面白いよねこのゲームで。まあまあ今回はこんな感じで、まあ今後やっていくかどうかまたいろいろやりながらですね。まあハマればやるかなということで、初心者ですけどね、また FPS 系のゲームやっていきたいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。